本狐先生、ウーロン君はとてもいい。あー、もうこれ嘘でしょ、嘘でしょ、これちょっと可愛いね、これ、この子、この人可愛いわ、これ好きかもしれん。だいたい耳とんがった女の子っていうのはだいたいメンヘラが多いですからね。これゲームオリジナルキャラだって。さあ、リンゴでも食べになって。そらおめ食べるやろなあ。まさかみんな食べたことによってまさか毒が入っとって悟空が倒れてまって、おめえゲームオーバーなるってことはねえわなあ。これまさかそんなことあれへんから食べてみようかしら。ああ、いごいごいご食べてみよう。そら食べるよ、リンゴは美味しいもん。リンゴは青森さんや。よし行こう。出されたものを食べないのは失礼にあたります。いやー、美味しい美味しい。いやー、リンゴ最高やなあ。はっはっは、あのリンゴはさよならの果実という。ちょっと待って、毒入りはわかるけど、なんで爆発したのこれ。はっはっは、あのリンゴはさよならの果実。ちょっと、なんで爆発するんやって。爆発の理由が分かる。意味が分からん。毒入りで食べたらドカン。毒かっこ爆発やって。やばいなこのゲーム、このゲームやばいな。要するに C4 爆弾やったってことやろ。あの形が自由に変えれることでおなじみの、すごい、毒入りじゃなくて爆弾だったならわかるけどな。うわ、面白いな。毒かっこ爆弾。